こんにちはロハス TV の時間がやってままいりました、えー、この旅はですね、えー、こちらロハス村オープンワールド、えー、たくさんの人にですね、えー、支えられまして9月の24日と25日、えー、無事終えることができました、えー、当日はですね、えー、大勢の人が、えー、言霊の話を聞きに来ていただいたりですね、えー、また あのー、それ以外の不思議な話またためになる話えそして、えー、本物商品の体験、えー、いろんな方がですね笑顔笑顔笑顔でですね、えー、会場を満杯にしていただきましたまた私のご友人であります、えー、こちらですね、えー、フローラルコスモスのですね、えー、福井さん、えー、も花をですね、えー、差し入れをしていただいたりですね 非常にですね、えー、こういった大きなイベントをする、えー、一人の力では全くできない私なんですけれども、えー、多くの方に支えられて、えー、チケット販売をお願いしたりですね えー、またあの一枚一枚私の方で売らしていただいて鵜飼、えー、がやるんだったら行くよっていうことで1000円、えー、を払っていただいて、えー、またご家族の方と一緒に来ていただいたりまた先輩上司また後輩にですね、えー、渡していただいたりとていうことで草のね運動で、えー、なんとか、えー、会場を満杯にすることができました。 そして来ていただいたお客様にはですね、喜んでいただくために誠心誠意本物さんのメーカーの方がですね、ご説明をさせていただいたり私自身もですね、一生懸命いろんなお接待と思ってやったんですけれどもやはり、人ではでは到底できることがございませんでしたがこれこそチームワークということでございましょうか。そんな形で、 終わりまして、えー、ちょっとですねほっとしたっていうのが本音なんですけれども本当にありがとうございました。それでですね、えー、一つ非常に気づきをいただきました、えー、メーカーのですね、えー、マコモっていう、えー、まあの製品を販売している会社のメーカーさんの社長さんが今回来ていただいてとったんですけれども、えー、その社長さんの方はですね。 気仙沼というところにあるんですね。んで、えー、震災が起こった時に、えー、ご自宅の方が流されてですね、そして今は仮設住宅で、えー、過ごされております。今でもですね、えー、仮設住宅なんです。でもね、あの本当に、えー、ニコニコとですね、みんなを、場を明るくする、そんな社長さんだったんですね。 で私は全くそんなこと知らなかったんですけれども、えー、なんでそんなに、えー、明るく自分の家が流されているにもかかわらず明るくできるんですかっていうことを聞いたんですするとねあの「僕は明るくするしか能がないんですよあはははは」アハハハっていうそんな本当にですねえー、悲壮な顔をするのは誰しもできるんですが。 家を流されてもですね、明るく振る舞う、本当に勉強になりました。えー、私もですね、意、え、図、ー、もするとですね、ちょっとくじけそうになればですね、えー、顔に出たりですね、えー、なんかこう、悲しそうな、えー、顔になってしまうんですけれども、その社長さんを見習いましてですね、えー、今回のロハスムラワールド、オープンワールドをですね、えー、機会にですね、僕もさらにですね、えー 明るく、元気に、に前向ききととといいいいうことで、えー、やっていきたいと思います、えー。今後もですね、えー、ロハス村オープンワールドをあ始めまして、いろんなですね、えー、イベント、また、えー、これは本物だっていうような、そんなものを皆さんにもお伝えしていきたいと思いますので、えー、よろしくお願いします。えー、この度は本当に皆様、えー、お力添いありがとうございました。こちら、ロハス村オープンワールド、えーま,あのー、まあまあ、 成功に終わったと思いますので、えー、今後、えー、ロハス村にもですね、えー、どうぞご期待いただきまして、ご協力もよろしくお願いします。それでは、さようなら。ありがとうね。